your phone, your touch, alone, lonely time. はい、終わり。で、何のために言われた、歌うんじゃなかった。LPR 系の避難文字解約方法協会でジャパンインフォメーションネットワークなんですけど、お伝えしてください。私はゴールドマンといって、金太郎、通称金太郎先生の、友人の友人でですね、まあ、この前初めて金太郎先生が私の感性を揺さぶる人たちを連れてきてくださって、まあ、素晴らしい交流が一晩できて、カラオケまではいかなかったんですけども、それまで、このように飲んでるんですけど交流できたわけですけども、やはりニューヨークからいらっしゃったじゃあちょっとごめんなさいね、一緒に話さないと話が先だけ話すと絶対あれなんで、ニューヨークの今日はお話を聞きに来たんですけども、ニューヨークですね。僕は5年ほどニューヨークにいたんですけど、96年から2001年まで、日本と違ってやっぱり200国以上の人たちがいっぱい集まって、その中から揉まれて、結局、勝つか負けるかっていう部分もあるけども、頑張ってたらそういう魅力っていうものがどんどん引き出されているんですよね。最終的にはやっぱり自分の心の中だけがみんな分かると思うんですけど、嘘ついたらそれは心の中では嘘つけない。だからどんな人でもそうだと思う、世界中一緒ですよ。でその中で、本当に自分らしく自分をさらけ出して、それで一人の人たちとシェイクハンズしていいものが生まれていくことが本当にもう全てだと思います。それから愛だとか、本当に地球は一つなんだなということが実感できると思うんで、皆さんも本当に全然どこにいても、まあ、自分がど真ん中にいればどこでもいいんですよ。本当にそれ軸がぶれなければ、本当に一つの中の地球の中でどこにいてても自分らしさをどんどん忘れずに、活動できればもう本当に自分というものが掴めると思います。この辺でちょっといいですか。いや、ありがとうございます。私が今ここに来る前にですね、新宿で1時間講演してきたんですけども、私が1時間で話したことを今 2分で話してくださって、これをご説明お願いします。今愛地球博の方でも、実行委員として頑張っていただいています。小林様どうぞ、産経新聞小見戸様どうぞ、AP